皆さん、こんにちは。井上尚弥選手が6日に東京ドームで行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王座防衛戦で元世界2階級制覇王者のルイス・ネリ選手に6回1分22秒で TKO 勝利を収めました。この戦いを終えて6階級制覇王者のレジェンドマニー・パッキャオ氏も井上選手に対してコメントをしています。パッキャオ氏は、井上のパンチには素晴らしいスピードと多くのパワーがある。彼は特別なボクサーだ。私は尚弥が好きだ。私は彼を教え、ワークアウトやトレーニングを監督することができればと思っている。彼が上の階級に上がることを望むなら、私は彼のトレーニングを監督したいと語っています。元6階級制覇王者が指南役となれば、モンスターにとっても鬼に金棒となりそうですね。そんなレジェンドをうならせる井上選手ですが、今回ネリ選手に勝利したことにより、世界で最も権威あるボクシングの米専門誌ザ・リングが発表した階級を超えた格付けランク、パウンド・フォー・パウンドの1位に浮上しました。全階級を通じた世界最強ランクで、約2年ぶりに再び頂点に立ったのです。 TFP とは、全17階級あるボクサーの実力を比較し、体重差がなかった場合の最強選手をランキング化したものです。海外メディアが各自で格付けしていますが、リング氏の PFP が世界で最も価値がある指標とされています。井上尚弥対ルイス・ネリ戦の影響がかなり大きいことがわかります。4万3000人の観衆を熱狂させた歴史的な一戦でしたが、その裏では興行主の大橋ジムの大橋秀幸会長が様々な苦労と重圧に耐えながらこの試合の実現に尽力していたことが明らかになりました。1990年のマイク・タイソン対ジェームス・ダグラス戦以来、34年ぶりとなる東京ドームでのボクシング興行。大橋会長自身も現役時代にその試合を観戦し、いつか自分もこの舞台に立ちたいと夢見ていたそうです。しかし現役引退後もその夢は叶わず、時を経て井上尚弥選手というモンスターの登場によってようやく実現の運びとなりました。とはいえ、東京ドームの確保から始まり、対戦相手の選定、そしてネリ選手の問題行動への対策など、興行成立までには数多くの障壁が立ちはだかりました。特にネリ選手は、過去に日本で試合した際のドーピング違反や体重超過など、ファンの間でも因縁の相手。万が一の欠場に備えてリザーバーを用意するなど、大橋会長は入念な準備を怠りませんでした。また一つの興行で4つもの世界戦を組み込むのは日本ボクシング史上初の試み。選手の管理だけでなく、当日の設営や不正チケット対策など、やるべきことは山積みでした。そんな中、大橋会長は59年の人生で初めて試合前のイメージトレーニングができないほどの重圧に苛まれたと告白。今までにない緊張の風景に直面し、自身の経験のなさを痛感したそうです。しかし、そんな大橋会長を支えたのは、愛弟子である井上選手の存在でした。普段は緊張を隠すように振る舞う大橋会長ですが、井上選手は逆に、やってやるぞと気合を入れてくれるのだとか。モンスターは違うと大橋会長は井上選手への信頼を口にします。そして迎えた試合当日、無事に全選手が計量をクリアし、ネリ選手もリングに上がりました。過去には興行直前の痛風発症や計量後の地震への不安など、様々なアクシデントに見舞われてきた大橋会長。今回もその苦労は計り知れないものがあったでしょう。試合は井上選手が1回にダウンを喫するという衝撃的な幕開けでした。しかし、その後は見事な立て直しを見せ、6回にネリ選手を TKO に追い込みました。リングサイドで見守った大橋会長は、どっと疲れが出たと安堵の表情を浮かべます。ボクシングは魅力がある。凄さを見せることができた。と手応えを口にした大橋会長。一方で、次の世代につなぐ役目もあると
今後への決意も新たにしています。今回の興行は井上選手の存在があってこそ実現したもの。次なるスターを発掘し育てていくことが大橋会長自身の使命でもあるのです。さて、そんな歴史的な一戦の舞台裏について、大橋会長の苦労に焦点を当てて深掘りしていきましょう。まず、東京ドーム開催が持ち上がったのは昨年の初夏のこと。7月のスティーブン・フルトン戦でチケットが即完売したことで、これならいけると大橋会長は確信したそうです。とはいえ、東京ドームのキャパシティは後楽園ホールの3倍以上。それだけ多くの観客を動員できるのか、不安はつきまとったことでしょう。加えて、大型会場は数年先までコンサートなどで埋まっているのが通例。ましてやゴールデンウィークの東京ドームを確保するのは至難の業です。それを奇跡的に実現させた大橋会長の交渉力は並大抵のものではなかったはずです。また、4試合もの世界戦を一つの興行に組み込むのはこれまでの常識を覆す挑戦でもありました。出場選手は自軍だけで8人。それぞれの体調管理や当日の運営面でのサポートなど細かな手配が求められます。さらに、練り選手の起用も難しい決断だったのではないでしょうか。過去の日本での失態により、ファンからの印象は決して芳しいものではありません。しかし、井上選手の存在に尽きるが、練り選手というのも大きいと大橋会長はあえてその起用に踏み切りました。練り選手にまつわるトラブルへの備えも怠りません。体重超過や欠場の可能性を想定し、リザーバーの用意やファイトマネー没収などのペナルティを設けるなど、あの手この手で最悪の事態を避けようとしたのです。そんな周到な準備の裏で、大橋会長自身も大きなプレッシャーと向き合っていました。ボクシングを始めてから味わったことがないという未知の緊張感、選手時代から続けてきたイメージトレーニングもできない状況に不安は募るばかりだったそうです。過去の経験則が通用しない未知の領域に足を踏み入れる怖さ、そんな大橋会長の心境を思うと胸が締め付けられる思いがします。それでもやりがいがあると大橋会長はポジティブな言葉も口にします。日本のボクシング界に新たな歴史を刻む、その使命感が彼を突き動かしていたのかもしれません。そして何より、愛弟子である井上選手の存在が大橋会長の支えになったのは間違いありません。モンスターと称される井上選手は過去に例を見ない逸材です。その実力はもちろん、強靭なメンタリティもボクシングファンを魅了してやみません。大橋会長曰く、自身が緊張すればするほど井上選手はやってやるぞと闘志を燃やすのだそうです。選手とトレーナーという関係を超えた絆の深さを感じずにはいられません。そうした信頼関係があればこそ、未曾有の興行も成功させることができたのでしょう。無事に全日程を終えた大橋会長は、どっと疲れが出たと漏らします。心身ともに限界ギリギリまで追い込まれた様子がうかがえます。それでもボクシングの魅力を見せることができたと興行の手応えを口にするのです。この歴史的な一夜が日本ボクシング界の新たなスタートになることを大橋会長は信じているのかもしれません。ただ、次の世代につなぐ役目という言葉からは今後への課題も見え隠れします。井上選手クラスのスーパースターが現れない限り、東京ドーム興行の2度目は難しいでしょう。次なる人材の発掘育成は大橋会長自身の使命でもあるのです。ここからが始まりという大橋会長の言葉が、これからの日本ボクシング界への期待と重圧を感じさせます。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。